こんにちは、速稼塾の久保です。最近こういった動画上げてなかったんですけども、この1ヶ月でね、チャンネル登録をしてくださった方167名いらっしゃったんですよ。本当に、ありがとうございます。全体のチャンネル登録からすると 1% の伸びをこの30日弱でしたってことになります。ついついね、1万人を超えたあたりからの数字という風な形で見てしまったりとか、時にはその数字ですら鈍感になったりとか、なんで増えないんだろうとかね、なんで減っちゃったんだろうって、そんなに深く考えることはなくなっちゃったところが、私のね、チャンネル登録1万人を目指す上での10万人を目指して1万人でストップしてる、その原因なのかなと思います。またね、新しい動画の企画ですとか、新しい皆さんのお役に立てるような情報発信に努めていかなくてはならないんですけども、ショート動画っていうのも始まりましたんでね、ちょっとこう試しにショート動画もいっぱい作ったところがあったんですが、まずは本当に、チャンネル登録を本当にいただきましてありがとうございます。チャンネル登録は無理にお勧めするものではないんですけども、でもやっぱり次の動画に期待したからこそチャンネル登録してくださったと思うんですよね。その期待がどっちの方向に向かってるのか様々だと思いますけども、私の考えうる限り、新たなるなんかね、楽しい動画とか役に立つ動画とか、ホッとする動画とか、励ませるような動画、癒せるような動画、時には権力に対して噛みついていく動画っていうのもね、やっていこうかと思います。一時期のように私は政治家になるって気持ちが本当にこう薄れていったのかもしれませんし、日々の暮らしの中でね、やっぱり自分はこの暮らしの方が大事かなと思うところも正直あります。でもやっぱり皆さんの働きかけによって、自分にしかできないことってあるんだろうなとか、自分にしか救えない人がいるんだろうなと、なんかね、こう思いながら思うところがあります。でもそう思ったんだったら、その自分にしか救えない方に、出会える日までといいますかね、出会ったと思ったなら、その方のために新しい情報発信をね、していって、お役に立てないとなと、やっぱり生きてる意味っていうのはいろいろあると思いますけども、私は誰のために生きたのかなってことをね、瞬間瞬間に掴んでいきたいって、やっぱりね、そういった気持ちがありますんで、今回ね、立花隆さん、 NHK 党の立花隆さんもこうやって私なんかにこうやって本をくださいましたんで、こういうところからも、あ、自分にアプローチしてくださる方を本当は出会い神様だと思ってね、やっていかないとなと、それがどんな方であっても自分にできる限りのメッセージをお送りしたいと思いながら、今回の動画にさせていただきました。どうも聞いていただきましてありがとうございました。では次の動画までごきげんよう。いってらっしゃい。